さあ今回はシェンムー3進めていきたいと思います。前回は死闘の末についにレッドスネークを倒したというわけで、ああ大変だった、思い出してもマジで大変だった。あれはなんであんな大変だったんだろうね。まあなんとか勝てたんでアジトの地図を書かせたというわけで、今回はついにレッドスネークのアジトに踏み込んでいきたいと思います。この地図でもどこなの、これどこ、全然この地図わかんねえんだけど。まあ行こうか。体力が回復したかな。さあまずこれはどこなのかと。でもこれあれか、手前が船着き場だから今ここにいるな。なんかこの宿の裏らへんを登っていったところにあんのかな。全然わからん。くそ、ちゃんとした地図書かせりゃよかった。この奥に道あんのか。ないんだけど、どれ、こっちじゃない、これか、階段あったわ。あでも閉鎖してる。あ登れるわ、これか。こんなとこにあったの、アジト。超東大元暮らしだね。あ木のテグスチャーが。でこの上にあるんだっけ。あーなんかアジトありそう。これだろアジト。きたー、なんだ、エンさん見つけたか。あわすげえ足跡ある。アジトに人いっぱいいるぞこれ。アジトだからな、それいるか。種アジトだな。これは今回も連戦でバトルが続きそうだぜ。お、なんだ？頭、こいつですぜ。俺たちの邪魔をしやがる日本人は。こいつ。うわ、すっげえ強そうなの出てきた。一人で乗り込むとはいい。あ、なんかやべえな、こいつ。絶対ユーザーだ。エンさんはステロイドユーザーだ。エン？あの死にかけのジジイか。それとも堅物の親父か？何がおかしい。楽しませてもらうぜ。どういうことなんだよ、こいつらと戦うの。マジかよ、これまた負けんじゃね。勝てるかな、この一体多数のバトル。嫌なんだよな、来いよ。やべ、前を取らねえと。やべやべ、こんなはずでは。やべ、はい、もらった。よしよしよし、あと一人だろこれ。あまだ生きてた。俺を怒らせたようだな。全然。危ねえ危ねえ。いつまで続くんだ。あと一人、いけるいけるいける。やべ、すげえガードしてくんだよ。いけた、前を取ってこいつが仕掛けた。カウンターでいこう。よしいける、よっしゃー。お前らは手を出すんじゃねえ。いや絶対勝てねえよこいつ。なんだよこいつ、バキかよ。おかしいだろ。やべやべ、だいたい体力回復してねえ。お前反則だろそんなの。そんなの勝てるわけねえ。ほら絶対無理だろ、ふざけんなよ。あ、なんだこれ。
やべえ、やられた、超やられたや。きついなこれ。あれ進行したな。でも追い出された。ほらよ、出直してくるんだな。何それきついな。あれでも進行するのこれで。じゃあ勝てないのかなあいつには。元からそういうキャラ。あ、もうボロボロだわ。リョウ、リョウ、一体どうしたの。レッドスネークのアジトでやられた。ボコボコじゃん顔。エンさんがそこにいると聞いて。父が。でもエンさんの姿は見えなかった。確かに。クソ、なんとかしてあの男を倒さないと。リョウ、もう重傷だわ。大丈夫だ、これくらい。きっつ、どうすんの。レッドスネークのやつらのアジトを突き止めたってわけだ。おめえも少しは役に立ったってことか。実力はちょっと足りなかったみてえだがな。ま、ご苦労ご苦労。黙れ。あとは俺に任せておけってことよ。大船に乗った気分ってやつ。今回もレンと一緒に行くのかな。アジトに行くときは呼びに来い。俺様は乗船所の2階にいる。忘れんなよ。わかった。レンも一緒に来んのか。そしたら勝てんのかな。よし、じゃあレンと一緒に行こう。もう一回対戦だ。2階にいるっつってた。でも今2階に行くルートじゃなかったよな。この2階。いるのかレン。あ、いたいた。すげえな、ここの宿泊施設は。レン。え？お前か。柄が悪いんだよね。準備ができた。レッドスネークのアジトへ行くぞ。そうか。よっしゃ。アジトに来ました。おい。おい、てめえら出てこい。今度は俺様が相手だ。この前のヘナチョコとはわけが違うぜ。ヘナチョコになった。あ、来た来た来た。なんだこいつは。またこいつらだよ。せんだよ。お前ら何やってんだ。また戦うのかよ。でもレンがいるから3人はお前やってくれよ。これ6人俺が倒すのか。あ、よしよしよし、3人はやってくれ。よしよし、今度は逆リンチだ。よし、1対1。よし、勝った。せこいんだよ6、1とか3、3なら勝てる。軽いもんだぜ。こんなヘボい連中に負けたのかよ。来たぞ、お前も焼きが。来たぞ後ろ。おい、あ、あぶねえ、避けたや。やりおるレン。硬い。おら、硬い。硬すぎる。うわ、硬え。なんだこいつ、化け物か。絶対化け物だわ。あ、やられたレン。もうダメだ、勝てねえこれ。
また負けイベントだ。レンも弱かった。もう一回か。よし再戦だ。来いよ。ダメだ、来いよとか言うとマジで来るからな。大体負けるんだよな。遊びは終わりだ。やべやべ、強えんだよマジで。聞いてんの？聞いてるな一応。やべ、ライフゼロだよ。もう無理だろ、絶対無理じゃん。マジバケモンだよこいつ。強すぎ。なんなのこれ、超ムカつくんだけど。あー、まただ。連戦連敗だな。こんなクマみたいなやつとやってられっか。くそ。ずらかるぜ。喜んでる。クソ野郎、クソ野郎すぎる。全然勝てねえよあんなやつ。どうしてくれんねん。また戻ってきちゃって。参った参った。顔ケロッとしてんねん。リョシェンファー。うぅ、こりゃ驚いたぜ。おめえが女連れとはな。リョ、この人が。ああ、こいつがレンだ。ほう、もう俺様のことは説明済みってわけか。それにしても隅に置けねえな。一体どこでこんな姉ちゃんを。ん？ん？どうかしたのか、レン。まあ、俺様には関係のねえこった。そんじゃ、ネグラに帰るぜ。どうした？なんだ？シェンファ知ってんの？今日はもう休むわ。ああ。おやすみ、リョウ。おやすみ。ああ、平和な世界だな、この旅館は。何か手立てはないのか。ないんですよ。やっぱもうさ、飛び道具使おうぜ。銃だよ銃。やべ、あの化け物に勝つには何したらいいんだろう。全然思いつかないけど、ね、やっぱ武器じゃね。雨降ってるよ。パンチもキックも効かねえ、うん、クマでも相手にしてるみてえだったぜ。確かに。黙ってねえで、お前も少しは考えろ。どんなやつでも弱点はきっとある。あいつの剣法。ああ、なんか珍しい構えをしていやがった。本当だよな、あんな構えは見たことがない。あれ何なんだよ。技の中にも動物みてえな動きがあったな。やつの使っている剣法が分かれば対抗策が見つかるかもしれない。誰か剣法に詳しいやつはいねえのか。憲法に詳しい人。え？許さんを訪ねてみよう。許さん。じゃあ許さんの元向かいますかね。あの憲法を解析して弱点探ってってすごいね。もう成功法すぎる。俺だったら絶対銃持っていくわ。さあ来たぜ。許さんはいるか。許さん知ってんのかな、あの憲法。でもこいつもクマみたいな体格だからな。知ってんじゃないかな。キョさん。おう、まずは手合わせだ。話はそれからだ。なんだその駆けつけ一杯みたいな。バトルジャンキーだよなキョさん。ところで何の話だ。憲法のことで知りたいことがあるんです。ん、言ってみろ。知ってるかな。変わった構えの剣法で。ほう。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え。何の剣法か分かりますか。分かんねえ。分かんねえ。動物の動きが入っていました。そんだら簡単だべさ。猿なら猿剣、鶴なら鶴剣、虎なら虎剣、蛇なら蛇剣、麒麟なら麒麟剣。キリン剣がいいな。わかりました。もういいです。キョさんの知り合いに憲法に詳しい人はいませんか。いるよ。オラの師匠だ。
巨さんの師匠。師匠か。その人を教えてくれませんか。バイ戦士老師だ。バイ戦士。港に行けば会える。港。ありがとうございました。また手合わせしてくんろ。はい。巨さんマジ変なやつだよな。絶対なんか営業に騙されるタイプで。さあじゃあ老師の元に向かいますかね。技書ってどこに売ってんだ。買わないといけないのかな。もう、まあ、とりあえずはいいか。とりあえず戻りましょう。さあまずはレンにでも会いに行くかな。あいつはあいつでなんか調べてくれてんのか。あれいない。あの野郎どこ行きやがった。レン、これはまずいな。どうしよう。漁港に向かう。あ、漁港とはあっちか。あったな漁港みたいな場所。こっちに、釣り好きたちが集まっている。この辺かな。この一番奥の人かな。これだ。あ、これね。こないだひったくりの時の人か。老師。なぜ老師などと。あれ違う？巨さんの師匠だと聞きました。今日知っているのか。はい。この人じゃない？何の用かな。憲法のことで知りたいことがあるんです。憲法のこと。変わった構えの憲法で。おお。頭を下げ。後ろに大きく腕を上げた構え。随分弟子と違うな。何の憲法か分かりますか。それを聞いて何とする。俺の知り合いがレッドスネークにさらわれたんです。レッドスネークだと。そのボスが使った憲法を知りたいんです。それが分かれば弱点も必ず見つかる。その知人を救出するために戦うつもりというわけか。憲法の技は一朝一夕には成し得るものではないことはお前さんも分かっているだろう。よほど切迫した状況ということか。お願いします。知ってるなら教えてください。いくら技を教えたところで使える基本がお前さんにあるのかどうか試してください。お願いします。バトルじゃん。それでは一つ手合わせでも楽しませてもらおう。もうここでまた修行が始まってしまうのか。俺は先投げぞ。つえ。は？鵜を跳ねれば水も跳ねる。これすなわち自然のこと。逆らうことは無理というもの。つえ。老師つえよ。マトリックスのネオみたいになってんじゃん。柳に風流れのままに。その昔憲法の修行が禁じられた時代があった。つえ。しかし人間とは面白い。この人に戦ってもらおう。神の目が届かぬ様々な場所で修行は積まれた。その一つがこうした船の上。こうして後のように難剣は受け継がれた。難剣。もう終わったよ。クンフーが足りん。足りんか。足りんと言われたら困る。老師、クンフーを積んでまた来なさい。げえ。いつでも手合わせをしてやろう。なんだそれ。ありがとうございました。シェンファー。
何、リョウ。港にいた鵜飼の漁師を覚えているか。鵜飼、ああ、長部に着いた時に見た。あの人は憲法の達人だった。憲法の達人、そうなの。ああ。それで力を貸してくれたの？いや、手合わせをしたけど君夫が足りないと言われて何も教えてもらえなかった。そうだったの。どうするの、リョウ。君夫をもっと積むしかないのか。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。さあ、シェンファーと話そう。長部でも生薬を見つけた。生薬？え？長部にもあるのか。うん、ハッカソンよりもずっと高い値段で買い取ってくれるらしい。そうなのか。この町には病院も薬屋もある。きっと薬が欲しい人がたくさんいるんだと思う。そうかもしれないな。父にも町の薬を飲ませてあげたい。病院にも。そうだったな。シェンファの親父さんも時々具合が悪くなるって言ってたな。うん。大丈夫だ、シェンファ。親父さんを助けて町のいい医者に連れて行ってあげよう。ありがとう。シェンファは心配してるね。シェンファの部屋はどうなってるの？いや、寝てる。シェンファが寝ています。ズームできないのか。すごい、ああやって寝るようだな、シェンファ。しかしリンゴはテーブルに乗ってるぞ。ちょっと違うな、レイアウトは。で、一番あっちの高い部屋はどうなってんだ。こっちは茶があるよ、ちゃんと。まだ帰ってないようですな。これは人の部屋覗き放題だぜ。帰ろう。さあ、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。次回は君夫を積むために、なんだろう、の魔法とか手合わせとか許さんのところでやっていくんでしょうね。はい、というわけで次回また修行を積んでいきたいと思います。じゃあお疲れした。バイバイ。